はようございます。6月14日月曜日です。本日の水揚げ状況は少ないですね。少しねやっぱり風が強かったみたいであまり出れてませんね。まあそれでもね週末よりは少し水揚げがあります。おはよう。本当だ、もう珍しいね。この間も生かして持ってきちゃったね。もうこれサイズええじゃん。おお、綺麗な。よう生かして持ってこれるな。元気げ。面白い。おじゃ大きいわね。大きいよ。おお。大きな市場大きいやろ。おお、大きい大きい。あ、元気げ。これ大じゃん。これは素晴らしい。まあ貝もね少しはおりますね。次第。おお、この貝はいいね。2キロぐらい。これ綺麗な。よく超えてますね。これが一番大きいのかな。でもまあ 2.67いいんじゃないでしょうか。こちらはおこれですね。両毛入ってますね。30匹以上は。ダメ。少し型が可愛いですね。1キロないかな。マズラですね。まだちょっと痩せ気味ですね。おお、でかいね。立派な車エビ。おお、大きい。塩茹でしてマヨネーズ。うまいだろうな。イシダイがね。ちらほら上がってますね。おお、おきおき。これは2キロ完全に超えてますね。でかい。おお、これもでかい。おお、ええ方やな。ほらでかい。と思ったらまだでかいのぼった。ほら大きいね。これは3キロ超えてますね。うわーでかっ。うわー、しかもよう超えてるし、ちょっと頑張ってみましょうか。これは立派なね。すごいすごい。ダメやったらこっちやな。こちらはメダカ狩りですね。あー立派なね。大きい。意外と高いですね。結構入ってますね。何枚か。おお、これもでかい。いいんじゃないでしょうか。おお、トラちゃん。トラやめてよ。ああ、今ね、時期的にね。時期的には。おお、竹の部のおじちゃん2枚。でかい。おお、でかいね。4キロ台、5キロ台、5キロ近くあるんじゃないでしょうか。これいいですね。おお、でかいでかい。頑張ってみたいと思います。こ
ここはないし、あまり多くはないですね、やっぱり。あ、よう越えてきたな。うお、これは太いね。左がよう越えてきましたね。おはようございます。おはようございます。ああ、左が大きくなったね。おはよう小林くん。おはようす。少ないね。おはようございます。おお、ええ方やね。へえ、おお、これなりええな。はい、一個もらおう。はい、ありがとうございます。はい、超えてるのが、あ、もう今美味しいでしょうね。ちょっと可愛いね。よし、ごしてるな。美味しいですよ、めぐち。ああ、珍しいですね。たまに大きなのが上がってくるんですけどね。ダツサヨリじゃないですよ。口がね、違いますね。こんな感じです。うー、すごい。こんな口してます。これね、大きくなりますね。これはまだ子供ですね。シーラーカンスです。大きなおらん。ああ、大きなが上がってこんね。
もうちょっと大きかったらいいんですけど、まあこれでも30センチぐらいはありますけどね。もっと大きいといいですね。ゆうとくん、おはよう。おはようございます。あららら、今日少ないじゃん。土曜のやつですね。あ、へそくり出してきたね。ヒラソ自体が少なくなったよね。そうですね、あんま釣れようになったんですね、うんうん、地の小味ですね。なかなか鮮度は抜群です。今日は石鯛が結構え方がコンスタントに。おお、太いね。2キロ台が結構ねありますね。いいんじゃないでしょうか。おお、え鯛もあらね。3キロ4キロ。ああ、これよう超えちゃうね。ねえ、よし、目標がいっぱいできた。できた。渡り。ああ、打ち子がありますね。持った感じも重たいですし。重たいです。ああ、こいつもありそうですね。デゴになってないやつはまだ抱えたまんまっていうか、ここが入ってるやつもありますね。ギスもね、まあまあ上がってますね。いい感じなんでしょうか。あ、これ入れたら相変わらずいいですね、地物のカマス。下もあるの、よう超えてます。お腹もまだしっかりしてます。さあ、買えるかな。頑張ってみましょう。アロカ4000度回覧か38350回覧か3853号度回覧か3000円が47番ゆめちゃんね1個この車よりいいだ1枚アロカ1万4000アロカ4000度回覧か38352台1台はい4つどうぞどうぞアロカ1カゴアロカ4000アロカ1カゴアロカ4000アイロセアロカ1000度回覧かアロセアイナセアロカ6000円アイカ7000度回覧かアイカ6500円6200円ってことね1個でいいアイロク2アイロク1アイロク5号度回覧か4号アイロク4号度回覧かアイカ2000度回覧か4000アイロカ4000度回覧か3600円が。やれやれ大分切れたら6000度回覧かえ5号度回覧かえ5000度回覧かえ5000アイロク1000アイロク1000度回覧かえ5000アイロク1000度回覧かえ5000アイロク1000アイロク1000度回覧かえ5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 000アイロク1000度回覧かえ
はい、おじさん、ナンバーワー、2000円、310枚。2枚もらおう。2枚いった。はい、今度、タイコ、タイも2枚ある。4000、なのか、4000。よくなった。はい、1台が4枚ある。はい、1枚5000。アイオン5、アロカ4、5、4、2度、カイランカー A、カロカヤペンド、カイランカー4000、アロカ4000度、カイランカー A、カー3000。小山さんどうしますか？継続。継続。はい、310番、カウンター。全部いきますか？いやいや、1個でよ。1個ですか？はい、はい、残り2つ。はい、3000。ああ。つかめたよ。元気げえ。ありがとう。よっしゃ、はい、広島18、てちゃんおはよう。おはようございます。接着あった？ありました。よっしゃ、おお、今日も握り作りましょう。こうやってね、美味しいよ。かまよし、ちょっとねいつもより小ぶりですけど、A の入りました。ジリサワ、バージリオに入ってくるのかな。今日はね、石台、まあ、どちらも2キロ台ですね。よく超えてますよ。ちょっと思うたね、あのでっかいやつはね買えなかったですけどね、まあそれでもそこそこのやつが2枚いけました。あと店内ですね、竹の子のおいちゃんのいいですよ。まあ高かったですね今日はね、店内もね。あとはヒラメちゃんですね、1キロちょっとぐらいですけど、まあ、今日これしかなかったんでね、頑張ってみました。ゲットできました。良かったです。よう超えてますよ。おはよう、ハイカー君。さあ今週も頑張ろうで。今週も頑張ります。肝食べたし、肝食べて元気になったし、はい、元気満点です。元気満点なんじゃ。よし、フグちゃん、今週うなぎ頼むぞ。大きいじゃろ。いい、うん、小さいとこ寄ってから握りしょ。はい、わかりました。中味、はい、タイコ1500円、1枚2号、アロカ2号のカイランカー A、 アロカ2、はい、今度青山、はい、900円、310番が2号ゲット。アドカ1000円、アドカ2000、アドカ2200円、アドカ1600円、アドカ10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 00円、アドカ
ガードか1000円ガードか7500円が5500円ガードか90番が1回鈴木が1本のか3000円ガードか3号ガードか3号のか A か4000ガードか4000円ガードか3番世代ガード0でもヒット缶ガードか3000円ガードか3000円ガードか1000号3000円ガードか310番310番が1回7割か3000円全部ヒット缶ガードか2000ガードか2号ガードか2000ガードか3000前回の3倍、バイ回りカードか3段カードか3000円カードか2番ガードか無償無償が1倍バイ回りカードか3番も1倍回りか2番2段カードか2号カードか2000の点ガードか2、4ワードか2、3カードか2、3ワードかマリカル1 2300点ガードかマリカル1よう超えてますよ、兵隊。えい。見物、小物が高いですね。目ごちとかね、見物が高いです。鴨も、まあ、結構、今日の相場にしては安買えたんでなんでしょうか。鴨です。ビリビリ。はい、そろそろね、競りも終わりそうですけど、まあ少ない割にね、私しっかり揃いましたんで良かったんじゃないでしょうか。そろそろ帰って頑張ってやりたいと思います。はい、今週も始まりました。皆さんまた1週間よろしくお願いします。まあ一日一日の積み重ねですけど、今週もしっかりクリアしていきたいですね。今日も一日頑張っていきましょう。さあ今日もやるぞ。さあ戻ってね、頑張りたいと思います。全体的にね、やっぱ相場は今日はちょっと高めかな。やっぱ少ないもんはね、ヒラメにしろ、まあ石鯛、天鯛、白身、こっちもそうでしたけどね、結構今日はいい値がしてましたね。普段にないような感じでした。まあ週末がなかったね、それの明けてからの、月曜日でしたから、皆さんね、どこも棚が手薄なってるからかき集めるっていう感じでしたけどね。あ、英単しっかり買いましたんでね、昨日動画見てくれたお客さんにね、ちゃんと用意しとかないといけないんでね、英単もね、頑張ってさばきたいと思います。はい、じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。はい、こちらがね、今日買いました石鯛ですね。いいですね、もう完全に飴色。大きさが 2.3 と2.8。 めちゃくちゃ脂乗ってます。これうまいでしょ。よう生きてますよ。
はい、これが今日の天然鯛です。竹信のおいちゃんの天然鯛5キロ、いいですね。あ、こいてるやつはね、もうしっかり飴色になってきてるんですよね。ツヤツヤです。はい、先ほどの天然鯛ですが、身の色はね、本当に飴色でね、いい感じなんですけど、思ったよりは脂がないですね。まだね、萩の色を超えたやつはね、皮肌に脂があるんですけど、これはちょっとあっさりっていう感じでしたね。ただ身の色はいいです。よう生きてますね。ビリビリ、はい、本当に身の色はね、抜群ですね。まさに飴色です。これにもう少し油が入るともう最高でしょうね。溶いてる鯛の品質はどんどん良くなってきてます。うまそう。はい、今日も平坦の唐揚げできました。今日はね、皮付きで揚げましたよ。うまそう。ちょっとつまんでみようかな。怒られる気やめちょこ。